満員国立決戦というところで、さあ、え名古屋グランパス対アルビレックス新潟ルヴァンカップ決勝ですね、注目点が高い、この、A、両者によるゲームでございますけれども、まず、グランパスはミッチー・ランゲラック優秀の美を飾ることができるかどうか、まあ、今シーズン限りの対談発表のランゲラック選手を送り出すことができるかどうか、そして、新潟はクラブの歴史に名を残す初栄冠タイトルなるかどうかと。 いうところでございます。さあ いやサムネに使ってる背景ね、1年前のこれは天皇杯か、これはサムネの背景は天皇杯か、えー、でも僕は1年前、福岡浦和のルバンカップ決勝を、えー、見に行きましたんで、あれからもう1年かっていうね,、えー、ね、感じがします、1年間って相当早いと、ね。1年前は僕もチケット争奪戦に参加して、ずっとこう、ールに張りついて、張りついて、一瞬の隙を突いてね、えー、チケット取ったっちゅう、もう1年前か早いなっちゅう感じがいたしました。 あさあ、今回の見どころは、もうサムネ先ほど言いましたけれどもね、ランゲラックをタイトル、大きい宮原ですけど対談できるかどうか、そして新潟はクラブ初タイトルになるかどうかというところでございまして、それでは両者、プレビュー今期を見ていきましょう。よろしくお願いいたします。というところでこちら、これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。 えー、これはリーグ戦の成績にはなってきます、グランパス、アルビレックス、新潟というところで、名古屋、現在勝ち点4、十6 9位で、新潟はまあ16位と、まあ、リーグ戦の成績なんでね、まあ、一発勝負の、えーね、ゲームには、そこまでこのリーグ戦の結果というのは、どこまで影響するかっいうところ、まあ、もし、ね、リーグ戦の直近の結果が影響あるとすれば、直近5試合のこの結果でしょう、グランパス3連敗、そして新潟は、直近5試合は勝ちがないという。 まあ正直両チームともリーグ戦の結果内容的にはいい状況ではない、いい状態ではない両者にはえなりますんで、まあそれこそね、両者ともまず新潟は残留争いを抜け出すためのえ初タイトルになるかどうか、まあ勢いづけることができるかどうか、でグランパスは賞金圏内一桁順位にえ最後入ることができるかどうか、このね、ルバンカップでしっかり勝って、リーグ戦に弾みをつけることができるかどうか、まあ両チームともなかなか直近の ゲームは結果が出ておりませんのでこの試合をきっかけに、えー、復活なのかというとこでしょう新潟はね6月8月はめっちゃくちゃ調子が 良かったんですけどもね、まあ、なかなかに今年の新潟、波、好不調波が激しいと、まあ、グランパスも好不調の波は今年は激しいんで、本当、好不調の波が激しい今シーズンの両者、まあ、共通点はそこというところ、まあ、スタイル的には、非保持のグランパスと保持の新潟みたいな、まあ、両チームともいいところが出し合えるんじゃないかという、戦、え、術、ー、スタイルには、えー、なってきますけども、さあ、どんな結果となるかというところでしょう。でこちら ほんで、これが今年のリーグ戦の結果ですね。まず最初の対戦ですね。最初の対戦では新潟が、えー、長谷川元希選手のゴールで勝利という結果でございましたね。これが、えー、ね、最初の対戦のリーグ戦の結果と、えー、いうところです。で、こちら。 でグランパス、新潟の最後の直近の対戦にはなってきますが、まあ、9月の対戦でしたかね、えー、3対0でグランパスが勝ってますんでまあ両者今年は1勝1敗と、ね、5分の結果と、えー、なっておりますんでさあ、えー、この試合どうなるかというとこですね。でこちら でこれが前回リーグ戦先発メンバーにはなってきます。まあここからどんだけメンバーが変わるかでしょう。特にグランパスは途中から入った前回リーグ戦、え結果残したゴール決めてる吉田選手、まあなかなかね今年はね、えー、シーズン開幕前は期待の若手って言われた吉田選手、で先発で多く出てましたけどだんだんと出番を失っていて、で前回、えー、ゴールを決めてますんで、ここにきて先発復帰があるかどうかとか含めてね注目で。あとはユンカー、パトリックとかね強烈な選手も。 控えー、前回まました、まあ、この辺が先発で入ってくる可能性もありますんでね先発で使うか勝負どころで、えー、決めきることができるかどうか投入場面というのはね相当控え選手ねグランパスは鍵を握りそうですね。で あと、アルビレックス新潟でいうと、前回こんな感じのメンバーで合勢ました、ただ、今、注目のセンターバック、稲村選手ですね、寄付金が相当、ね、大学に集まったと言われてるる、ね、稲村選手も、おそらくこの試合ね、ね雰囲気、インタビューとかね、なんかね、稲村選手の言葉を聞いてると、メンバー入りするんじゃなかろうかというところ、まあ、それが先発なのか、途中からか、わ、えー、かりません、まあ、来季、楽しみな選手にはなってきますね。で、ここの中で、タイトル経験者でいうと、長谷川元樹が 何年か前に天皇杯を取っておりますんで決勝一発勝負その経験者長谷川の時がこの試合もその試合の経験を生かして、ね、活躍することができるかどうかそれ以外で言うと古、まあ、見選手はオリンピック本戦には。 え選ばれてなかったですけどもしかし、このチームを日本をですけどもオリンピックに導く活躍も見せていますんでそういうまあ緊張感高まる大舞台での経験があるえ小み選手もねいますんでまあこ,こ,こういう試合って本当どんだけねこれまで重圧かかる試合ビッグゲームでえー出てきたかっていうところもえ結構重要なところにはなってきますそういう経験値でいうとやっぱグランパスの選手の方がね経験値だけでいうとねえやっぱグランパスの選手の方が高い感じが するしかしその経験値を跳ね返す、えー、初タイトルへの思いというのが新潟、えー、どんだけこの試合の入りを良くするかまあ90分間通して高いパフォーマンスを見せるかどうかというところでございましてさあどんなメンバー構成で来るかというところでしょうかねでこちら。 ほんで、両チーム、まあ、リーグ戦のデータ的な話にはなってきます。グランパス、一応こんな感じの数字で、まあ、オフェンスのスタッツはやっぱりグランパスは成功率以外は、ね、低い、まあ。逆に成功率はめっちゃ高いね。チャンスはそんな作らんし、シュートも打っていないんだけども、でもね決めるっていうところにね、えー、なってきますで。守備の指標も、まあ、でもグランパスらしくないかな。だいたい真ん中ぐらいっていうねところには、えー、なっております。でアルビレックス、新潟のデータ位置はこんな感じという数字になってきます。まあ、チャンスはしっかり作って ますんであとは誰がどう決めるか、まあ、この作ったチャンスを中倉選手とかね、他の選手がどんだけ決めきることができるかどうか、本当に新潟に関してはね、もう若手選手、いい選手もたくさんいますんでね、この大舞台、まあ、楽しむほどね、余裕はないかもしれませんけれども、本当、特に若い選手には、この大舞台での、ね、経験というのは、今後のサッカー人生に生きると思いますんで、さあ、どんな結果残すかと、ね、このデータいないとこでのね、良さを出すことができるかどうかというとこでしょう。でこちら で両者今シーズンの得点パターン、失点パターンですね、やっぱグランパスはセットプレイから、えー、全体の約40%近いのがセットプレイからの得点になりますんで、まあ、新潟からしたらこのセットプレイの時はね、えー、要警戒。で、その新潟は失点パターンはセットプレイからの失点が一番高いんで、まあね、やっぱこうグランパスはセットプレイのところ絶対狙っていくでしょう。そこを新潟がどう抑えるかというところ、まあ、グランパスはセットプレイ、まあ、だ不要なファール、ゴール前での不要なファールは避けたいというところでしょうかね。まあこう コーナーキックとかねもうこれどうしてもしょうがないファールもどうしてもあるんでねそれはもうしょうがないとしてもちょっとあそれちょっともったいないねみたいなファールはねなんとかして避けたいというところでしょうでこちら。 ほんで、両チームデータ的な話にはなってきます。まあ一応こんな感じですね。もう正直カップ戦なんであんまりね、データ的なところって正直ね、関係ないとはね、思うんですけれども、一応ね、何か比較するとしたらリーグ戦の結果とね、まあデータにはなってきますんで、一応出しますけどもね。えー、新潟はやっぱ30メートルライン侵入回数、エリアライン侵入回数が、えー、リーグで5番目、6番目と、これ相当高い数字になりますんで、逆に名古屋からしたら新潟はこの辺まで引き込んでおいて、そこからどんだけ、えー、カウンターで仕留めることができるかどうかという、 展開でしょう。まあね、グランパスのカウンター、間違いなくリーグでもね、えー、トップクラスの鋭さがありますし、でも新潟の保持のね、うまさもリーグ屈指のものがある。だから、ある程度、新潟が押し込む展開になる。ただ、そこで仕留めきれないと、グランパスが一気にひっくり返す可能性もあるというとこですね。で、こちら。 ほんで、今回注目の選手です。まあ、グランパスは、もうランゲラックですね。まあ、ランゲラックに最後ね、花束をっていうかね、まあ、花道をっていう感じの、えー、このルヴァンカップ決勝になるでしょうしね、まあ、ほ母国に帰ることが決まってるランゲラック選手。ある意味、ランゲラックがもう今年で退団というのは分かってるからこそ、最後、何かね、チームとしてランゲラックにえ残したいとか、そういうモチベーションが あるでしょうしね。で、えー、長倉選手ですね、新潟はね。えー、ルヴァン,ンパック、ルヴァンパックルヴァンカップで大活躍を見せた長倉選手ですね。まあ、この選手も群馬時代からもう J2 界隈でね、えー、よく名前を聞いておりました。まあ、学生生活が終わった後は一旦ね、アマチュア経験してから群馬、大塚監督の元まあ、裏列ユース出身なんで、裏列のユースの時に監督をやっていたであろう。多分そうですよね。えー、大月さんのもとでね、群馬に加入して、そこで昨年活躍して、 昨年、おととしかも活躍して結果残した結果、1年前にね新潟に加入、そして今年、特に活躍を見せるというところなんで、この名倉選手、どんな結果を残すか、分まあ大槻さんも見に来るんじゃないですかね,ね、アルビレックス新潟、名倉さん、ね分かりませんけどね、大槻さん、分まあ画面越しかもしくはねえ見ているでしょう、ルヴァンカップのね国立で見に来ているでしょうし、自分をこうプロに引き上げてくれた、れ連れてきてくれた、そんな大槻さん 監督の前でおそ、えー、らく見守っていると思いますので結果を残せるかどうかというところでしょうね。はい ということで今回以上です。さあ、えー、最初も話しましたけども、グランパスは、えー、ランゲラック選手ですね、に、花道、えー、語ることができるかどうか、タイトルを、置き土産にランゲラックを送り出すことが、ね、えー、できるかどうか、そして、新潟、本当に、ね、もうなんかね、JR だっけなんかいろんなところも協力して、こう、サポーターがね、えー、安全にね、えー、移動しやすいようにみたいな、えー、ところもあるようですしね、まあね、ちょっといろんなチケット問題とかもね、ありましたけども、まあ、相当な、相当な人数が、えー 入るであろう国立決戦去年はだから、アビスパ福岡が、ね、初優勝と、ね、僕も九州に住んでますんでね、えー、福岡の優勝で、この街が喜ぶとかにぎわう様子っていうのは結構テレビ越しにね、見てきた人間には1年前はなるんですけどもね、まあ、僕は売られたサポーターなんでね、売られたサポーターなんで、逆に悔しい思いをして、しばらく放心状態だった。1年前、さあ、ほんとあれから1年間中、 あ,あところ、ま、あ本当チームが大きく変わるときってね、まあ、こう、監督変わるときとかね、え、あとはタイトル取ったときとかね、えー、小学したときとかよく言われますけどもね、ただ、新潟はね、本当苦しい時期をね、J2 で過ごしていた、新潟が J1 復帰の2年目で、こんだけ、えー、大観衆集,集まるゲーム、ビッグゲームをね、するというとこなんで、まあ、J2 のクラブにもね、えー、大きな大きな夢と希望を与えるんじゃなかろうかと、えー、思われますし、本当ここ一つ勝てばね、新潟の県民の方がそこまで行ったら、えー 大げさかもしれませんけどね。まあ、新潟の県民の方々も、やっぱりこう、新潟、アルックス新潟ってね、チームいないといけないんだ、みたいな、ところもあるかもしれません。もうほんと過去はね、平均で裏に次ぐね、平均観客動員数みたいな、えー、時期また新潟、さあ、復活、観客動員もね、だいぶなんかね、えー、ジーグ全体として増えているようでございますけど、新潟もね、またさらにこうね、えー、復活に向けてというところでございましょう。さあ、 勝つタイトルか、それとも、えー、ランゲラックに花道をというところで豪勢まして、どちらの気持ちが勝つかというところでしょうね。はい。中ゅうで今回は以上です。以上、パルブンテ、ジェルサッカーチャンネルございました。よかったチャンネルお願ます。